今年のカンヌ国際映画祭で主演の役所広司さんが男優賞に輝いた作品「パーフェクトデイズの上映が県内でも始まった寡黙で心優しい公衆トーレ清掃員の日常が描かれる贅沢とは無縁の生き方がどこか懐かしい役所さん演じる平山は 日々東京の公衆トーレ清掃にいそしむそれ以外はいつもの銭湯安酒場を回り最後は一人アパートへテレビもない部屋で文庫本を開き眠気がくれば目を閉じる必要最小限の満ち足りた生活その人柄がにじむ愛用品としてカセットテープが登場する 清掃道具を積む車内で流れるのはカセットに録音された洋楽ロック同乗した平山の名ラがその音源を珍しがるビム・ベンダース監督が温かみのあるメディアとして取り入れたとかデジタル配信とは違ったカセットやレコードの音が近年若者に受けているようだ 若い世代には真新しいが中高年にすれば古趣味といったところかでも若者に触発され大掃除に合わせて探してみるのも悪くない押し入れや物置を整理すれば思い出が詰まったカセットが見つかるかもお気に入りの曲を録音して何度も聴いた記憶がきっとよみがえる